ハビ風力発電所はアメリカ合衆国ハワイ州のハワイ島にある風力発電所である。ハビ風力発電所はアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島の北西部ハビ近郊にある風力発電所である。フランス電力も投資しているインクスコインクインターナショナルエネルギーサービス USA インクハビ再生開発会社3社のパートナーシップが所有している。 2005年4月に建設が始まり、2006年5月に商業運転を開始した。ベスタス社製の V47 型風力タービン16機により10.56メガワットを発電する能力があり、ハワイ電力工業のハワイ島コ会社へ売電している。これはアメリカ合衆国の主な風力発電所の中でも比較的小型の発電所だが、ハビはハワイ島の広や、 カイルアコナからは、遠い北端にあるため、地域の電力供給の中心となっており、一旦この発電所に何らかの事故があると街が停電になることもある。ハビの街の郊外で、ハワイ州道2 7十号線から、ウポル岬とウポル空港へ行く、道の脇にあり、身近に風力発電所を見ることができる。コンストラクション・オブ・ハビー、ウィンド・ファーム・ツー・ビギンイー・ノーベンバー。 2005ハット、ヘルコウェルカムズモアウィンドパワー、ハットロスオブウィンドファームカッツパワー2ヘルコカスタマーズ。ありがとうございます。